アメリカも新しいオバマ政権になりますが、今のそのドルの、まあ、ドル安という中で安全保障にも影響が出るということをですね、田岡先生おっしゃってますが、特にそのこのアジア地域の米国のプレゼンスに変化があるんじゃないかというようなことをおっしゃっておりますが、その点について教えていただけますでしょうか。はい、アメリカ の, その財政危機が大変でして、来年は1兆2000億ドル、多分それをおそらく上回るぐらいの大赤字になりましょうから、だからどっかを切らざるを得ない。アメリカもご承知の通り、アメリカ の, あの政府の財政というのはもともと硬直した体質で、6割まではあれは準的経営で、4割しかその裁量的なものがない。でしかもその4割のうちの6割が国防費ですから、だからそれを削るしかないから、それどこを削る気かなということをまあ考えてまして、まあ、もちろんイラクの兵力をぶっちゃける。一部しかアフガニスタンにいますので、そういう分、動かすつもりでしょうけども、それだけでもとても足りないんで、相当いろいろ切ってくるんだろうと思いますね。極東地域ですと、日本、韓国というところがまあ対象になるでしょうけど、はいはいはい、どこが一番韓国からはですね、もうすでに2万5000ほど第二次団のうち半分はもうイラクに回してますし、あともう、結局は2012年までには全面撤退のつもりなんだと思うんです。それから沖縄の海兵隊ガムに移転をすると、これを2014年までにやるという話だったけども、それが財政の都合でそれを延期せざるを得ないと。というのは多分、ガムに移転するどころか、沖縄の第三海兵隊にやめるかもしれない。それからミサイル防衛できるんじゃないかなと私は今、そうすると今まで日本はもともと予算を1兆円ぐらい使っていて、それはダメだったかということで、これは相当な責任問題が生じている野党の方にとってもその突きどころということにもなるでしょうけども、まあ、そういう中で日本としても独自のですね、そういうことを想定しながら安全保障政策を作っていかないといけないということだと思います。私も考えていますのはソマリア の, 海賊問題、はい、あれ中国も駆逐艦2隻と補給艦出しますし、はい、日本だけがなんかもたもたして、あれ長島先生が質問されて、はい、麻生総理がやろうということをおっしゃったのに、はい、むしろ高派はあれに反対しました。ああ、そうですか。なぜかというと、つまり武器使用規定の制限みたいなのを、はい、この際入り抜させようというわけで、それがないと出られない、出せないようなことを、はい、一区の人が言って、ですから非常にまあ奇妙な形になってまして、あれは、私その多極化時代にぴったりの話で、つまり中国も韓国もどうでしょう、そうですね、ヨーロッパも全部出てます、だから、そのヨーロッパがその連合艦隊を作るんだったら、こちらもその日中韓三国の連合艦隊になればいいと、まさにその多極化時代、いろんな国とうまくやっていくのにはぴったりの、多極化時代の宣伝をつけるというぐらいのものだと思うんですけども、どうもおかしいことに反対する人が多いんで、だから僕はまであれではその、海賊問題を人質にとって、ね、それでそのなんか自分たちの権限を拡大しようとしてるんじゃないのということを言ってくれまして、いや、どうもありがとうございます。